はい、レオンです。今回は前回紹介した開封商品紹介やったメルカリでこれ購入した AKB48 単独コンサートジャーバージャーって何、前回はね商品紹介のみだったんだけど、今回もうあれから1ヶ月ぐらいになるんですけど、今回開封ついにやるんでね、こちら今回もピヨコとマユの参加ですね。これ前から本当に欲しかったやつで、安くで購入できて本当良かったんですけどね。一応メルカリの方でちょっともう一回軽くおさらいで紹介しようと思ってるんですけど、今回 FireHD10 で紹介やるんで、これですね、こちらですね、17,777円、新品未開封品。一部シュリンクの破れあるんですけど、これねこの人この人は買う前、この人に売った人が25,300円で出品してて、それをこの人が、俺に売った人が、この人が25,300円で買ってるんですよ、ブルーレイ。なんだっけ、この人は DVD と思って買ったらしくて、ブルーレイっていうことで出品してるんですよ。でね25,300円でこの人買ってるから、で10% のこの出品手数料が引かれるんですよ。17,777円、1,777円に、U パケットプラス375円、差し引いたら15,625円がこの人の手元に入るんですけど、でこの人25,500円、25,300円で買ってるから、25,300引く15,625円を差し引いたら、この人9,675円損してるんですよ。この人、俺はとってもお得なんで、こういう感じで、2018年ジャーバージャーって何、 AKB48 単独コンサート2018、新品未開封、最終ギリギリ価格です、値下げ交渉無理ですということでね、安くで買って本当よかったよ。これ今回も前回のこれ紹介する前に撮った開封新品、ヤフオクで買った新品未開封のあれもね、このジャーバージャーみたいにシュリンク一部破れがあって、それを安くで買ったんですけど、あれこうやって切り取ってやったんですけど、今回もやるんでね、そういう風に。これね、ここがこことね、1箇所だけじゃなかったですね、2箇所ありましたね、こことね、どこだったかな、あ、これじゃないか、なんか2箇所ぐらいなんか破れてるような感じしたんですけどね、こことね、この辺だったような気がするんだけど、あまりでも微妙なんでね、一箇所ですかな、まあいいわ。これ一応ね、一旦止めるからこうやって切っていくんで、まずカッターナイフで小さいやつ、こうやってコの字にこうやってカットして、でここは最後はこうやって、するなよするなよ、絶対卒業発表するなよみたいにこうやって切っていくんでね、一応まずズームにしようか。一応ね、まずね、あんまりゆっくりやった方がいいから、こうやって切っていくからね、こうやって、はい、一旦止めるんでね、はい、あれからもうね
ここはもうカット今したんで、このハサミカッター使って、あとこことここだけですね。ここまでカッターで入れるんで、ここだけね、なんかちょっと真ん中これこうなんか硬かったからハサミでちょっとこれで切りましたね。あとはもうカッター使ってるんで、ちゃんと取れてますよね。慎重に。やっぱり周りのシュリンクは残したいんで、例えばね、売らないんだけど、俺はこれコレクションにしとくんだけど、コレクションに加えるんだけど、これちょっとこう真ん中の線がなんか硬いっすね。例えば売るときにこれビニールあった方が値段も多分違うと思うんで、ここハサミ使った方がいいかな。映ってるよね。よし、あとはもう これだけなんで、もうペラペラになってるから、あとはここカットするんで、こうやっても切ってるから、こうやってこうやって。綺麗ですね。一丁上がりということで、はい、これで早速開封ちょっとできるね。でこうやって残ってるでしょ。早速開封するんで、まずブックレットから紹介しようか。あ、ブックレットないのかこれ。まずね、これボックス前も紹介したけど、これディスク1が153分片面2層で、ディスク2が168分片面2層、ディスク3が90分片面1層、ディスク4が113分片面2層ですね。でディスク5が114分片面2層、ディスク6112分片面2層、ディスク7104分片面2層、ディスク887分片面1層1920×1080 59.94i ブルーレイディスクですね。あとは割愛するんで、本体価格が2万1000円プラス税、これね2100円だったか、2100円つくから10% なってるとだったと思うんで、この2018年はね2万3200円だったかな。で DVD はね、ボックスは1000円安い買ったと思うんで、こういう感じで、これはズームにはなってる、あ、ズームになってたのか、ズームアウトにしないとこういう感じで、こういうセットリストで、早速ちょっとまずこれこうやってあるんですよ。これがコンサートジャーバージャーって何で、これがあの新チームのそれぞれのチーム A、チーム K、チーム B、チーム4の新チームのキャプテンですね。まずこれから紹介しよう。でこれがね、特典ディスク、まあこれも特典ディスク扱いになってるんだけど、レジェンドオブ AKB48 ニューチャプターってやつですね。これからまず紹介しようか。 AKB48 単独コンサートジャーバージャーって何、こういう感じでセットリストディスク1昼公演で、ディスク2夜公演で、ディスク3がメイキングオブ AKB48 単独コンサートジャーバージャーって何、舞台裏定点カメラ、ディスク1が1から
31までセットリストでアンコールが5曲で全36曲ですね。でディスク2の夜公演が1曲から30曲までがセットリストで、アンコールが6、これだけ、ここがロードスだ、ここでトベが入ってるんですよ。これとっても好きな曲なんで、これこういう感じで、でちょっと開けるんで、あ、生写真も紹介しないといけないんだ。そういえばこれ5枚入ってると思うんで、これちょっとあれだな、ちょっと見せられないものが入ってるかもしれない。なんかシリアルコードかなんかが入ってる可能性があるから大丈夫ですね。これなんか商品の紹介ですね。これ AKB48 ジャーバージャーって何の参加メンバーのやつですね。これこういうふうに、こういうふうになってます。1、2、どうなってんだ、あ、3枚か。これが昼公演になってるので、でこれが夜公演、これが特典ディスク、舞台裏定点カメラってやつだね。こういう感じになってますね。ブルーレイ、開けてみるんだけど、もちろん新品だからね、傷はついてるはずがないんで。こういう感じで、これちょっと紹介するの早めにやらないと。まあこれは時間かけてもいいんだけど、生写真を一番最後にやろうか。で次にこちらは劇場公演のやつですね。 AKB48 AKB48 シアター初日公演、こういう感じで、ディスク4が AKB48 新チームへ目撃者初日公演、これは18曲まで、まあ、19ですね、この0もあるから。でこれはディスク5が AKB48 新チーム系リセット初日公演、これはこれも18曲ですね、0があるんで。でディスク6が AKB48 新チーム B シアターの女神初日公演、これも18曲ですね。で最後ディスク7が AKB48 新チーム4手をつなぎながら初日公演、これは0がないんで17曲ですね。こういう感じで至ってシンプルなデザインになってますね。これ取り出しにくいな、とっても。こういったデザインですね。沖縄なんですけどね、暑くてね、もうすっかり春になってるから、これがチーム A、 これがチーム K、 あのそれぞれチームごとのカラーがあるんですよ。チーム A はこのピンクで、チーム K はグリーンで、チーム B がブルーで、チーム4がイエロー。これなんか別になんか特典ついてたみたいだけど、あれなんだかな、初回かなんかな、初回注文かなんかのあれなんかの特典なのかな。こういう感じで最後はこれですね、レジェンドオブ AKB48 ニューチャプターということで、こういう感じで、メイキングですかね。
で最後に生写真ですね。生写真ちょっと紹介しようか。テープされてるからこうやって。これは誰だ？武藤智。後ろはこういう感じで。千葉恵里、この子も可愛いんじゃない？わからない。これはチーム K、武藤智。で千葉恵里がチーム A。で、あ、チーム長久レナって読むかな？チーム B、チーム A、兼任か。あ、森山優衣リーダー、チーム4。これキャプテンなんですよね。新チーム4のキャプテン。この子も最近好きなんで。あ、あとは、高橋樹里あたり入ってほしかったけど、大森、チーム B 研究生、大森真帆って読むかな。森山優衣で行こうか。やったぜ。でもなんかあれ、他にこれマスカー、あの開封してもう一回シュリンクやって新品として売ってねえかな。でもそれでもいいんだよ。あの中古でもさ2万円超えてるから、これあのプレミアついてるからね。完全に本当にプレミアなんですよ。全体像を撮りたいからな。できたら全部並べたいな。こうやって一旦切りたいと思います。あの手持ちに変えようかな。これにこの前みたいに眉優のグッズ、ブロマイドと、あとクリアファイルも撮ったみたいに一旦切りたいと思います。はい、続きですね。これもうこうやって並べて今手持ちに変えましたね。これだったらこれに固定したら撮れないから、全体を。はい、以上にしたいと思います。今回ね、メルカリの方で購入した新品未開封の前から欲しかった AKB48 単独コンサート、ジャーバージャーって何？ブルーレイボックスの新品未開封の開封&商品紹介やっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。今日まだ撮るのがあるので、またあの引き続きね、 AKB48 関連のグループのブルーレイ DVD ボックスの新品未開封、新品とかの、あと新品の未開封とかと開封済みの商品紹介やるんでね、こういう感じでアングル、こういう感じで、これサムネ用で後で動画をからスクショするんで、はい、こういう感じでね。はい、失礼します。